ピッックアップ声ボンヌはいということで今週の「ピックアップ・声ボンヌ」のお時間でございますけれども、えー、今日のですねピックアップさせていただく声ボンヌは青、えー、青木木さんと言います青木そうでも見た目はね青木象さんみたいなんですけどね。<laughs> はい、あのー、<laughs> とっても声がねダンディーで。 あの、あ<ー>かっこいい声してるんですけども、<は>見た目はゾウさんみたいな、ね、<laughs> あの中年前のね。あの、はい、人、あの人というか、男性なんですけど。<laughs> はい、はい、青木さん、はい、お疲れ様でしたあ。ありがとうございました。はい、今回、はい、あの、収録した作品がね。はい。まあ、ある意味、その青木さんにとって、デビュー作というか、あの、ソロのね。 ドラマ CD とかそういった作品はあのいくつか出演されてたりね、はい、あの朗読劇の出演とかいろいろやられてると思うんですけども、はい、あのこうやってソロで自分の朗読作品っていうねこのボイスブック、はい、あの収録してみてどうでした1いや一人でやっぱりこう収録するっていう環境も初めてだったのでもう初めての環境で。 緊張ししまたねねそうです目の前でね体くにゃくにゃ言ってましたもんね収録時間中ねはいでまあ第1弾の作品として今回やった作品名教えていただけますかはい私がやったのは「大男の話」というおお大男だけに大男ですねでももういただいた時にそのああぴったりだなとは思いましたけどもすごくいい話だったんですよねいやすごくいい話ですね この話は、えー、と新見南吉さんのお話で最近私中井がですねあの新見南吉モードに非常に入ってまして、ね <laughs> あのー、この方のこのそのなんていうか童話というかですねあの本のこう構成がですね、はい、あんまりワンパターンではないというか<ー>、うん、なんか予想があんまりつかないこともありつつ、はい、まあ予想がつくこともあるんですけども、はい、非常にあのー、なんていうかこう。 日本人らしい作りというかなんかいいなっていう <laughs> そうですねうん、まあ、この大男の話に関してはとても切ない話でありつつ、はい、まあいい話でもありつつね、はいうん、なんかこういう人でありたいなみたいななんかそういった部分もありますよね。そうですねは、うん、はい、はい なんか男の鏡というかねなんかこう弱いものをた、ま、本当に命を懸けて守るっていうかね、はいはい、なんかそんな話ですよね。そそそうそうそうで青木さん、あのー、あの実際にこうどうですかこういう男の話みたいな経験 自分でしたことあります？ああでもここまでその誰かのために見落とすっていうのはやっぱりないですね。うん、憧れですよね。究極系だと思います。本当に人を愛することというか<ー>人への思いを伝える。はい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 。本当究極の系なので、うん、見てほ見てほしいというか聞いていただきたいですね。そうですね。はい。ああ、うん、なるほど。じゃあ青木さんの方で今のところまあここまでこう命を投げ出してまで。 守りたい人とはまだ出会えていないそうですねまだ出会えてないですねああでも親そう親のためにね何ですかね逆だったらもうこのためにとかだと思うんですけど分かんないですまだ親になった経験もないのであれですけども青木君はあのえっと今30ですねちょうど。 歳平平成と同い年なのであっじゃあ来年から1歳今年から1歳になることそうそう変わっちゃったんで数えづらくなっちゃうんですよね変わっちゃうんで今いくつついや1いや1なんですよみたいなそうですねそれはおやなのでなるほどそんな青木さんの情報とかねどこで知ることできるんですか ああそうですと、ね、主にツイッターですねツイッターに出演情報とか上げているので、うんうん、青き総で検索していただければそんなに多くない名前なのですぐ総、えー、<だ>の総はどんな総？悲総感の総？えー、じゃあ,あの <laughs> 演奏のあの音楽とか演奏するな奏でるっていう人奏でるはいこれ芸名ですか本名ですお<ー>はいえじゃあご両親は何か音楽関係の人 いえなんかそういうわけでもなく、うんはい、私はこういう字を頂い,いてすごいね、はいえー、え何人兄弟とかあるんですか ?3 人えっ、ー、と姉と妹がいて真ん中です真ん中はい真ん中男一人でへ<ー>、はい、えじゃあえっと上が長女はい長女で一応2番目ですけど長男で僕があ長男ではいで次女が下にいて次女がいてそれあの長女が縁で長,長男がそうで <laughs> 次女が会で合わせて演奏会ってことじゃないの違う <laughs> <laughs> そういうネーミングじゃないなん,なんかそういう別に音楽とか、うん、関連して全員ついてるわけでもなく僕だけなんですよね、うん、そういうのはあそうなんかあったんだろうねはい。なんか鳴き声がちょっとメロディーライトに変わってたとか <laughs> なんかそういうイメージにイメージハマったんですかねまあ結果的に今ねと声というはい あの分野でね、あの、お職業というかね、生き方として、はいまあ、青木さんはちょっと異色というかね、もともとはあの一般社会人として、そうですね、あの就職をされて、はい、それで、その時は東京にいなかったそうですね、就職した時は、うん、どこにいたんですか、まあ、あのの初めて就職した時は、千葉にいて、千葉あ、はい、出身はどこでしたっけ出身が山形で、山形で大学でちょっとこっちの方に出てきて、で、ちょっと就職をして。はい でもなんかやっぱり役者業というか声優業というかそういうのをや,、うん、やりたいなっていうのが学生時代にちょっと思ったんですけどもやっぱり先立つものがないというかお金も時間もなかったので一応就職して自分で時間とお金を作れるようになってからやろうっていうさすがにそこまで親に甘えられないなっていうのがあったのでだからかある意味その学びというかとところから始めたスタートなんですけどはい。はい 何歳24の終わりぐらいからそうですね,ね25歳ぐらいからなのでそういう意味で言うとあれだよね高校卒業からの進路を考えてる方からしてみたら、はい、何歳からでもやれるぜって一つ言ってるとこだよ、ね、です、ね、はいまあ早い遅いはないとは思いますね自分がやれるかやれないかだと思うのではい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  自分で決めると自自分分の道は自分で決めていただいて、本当に、うん、どうですか、実際に、まあ、今、じゃあ大体始めて45年は一応経ってるわけですよねそうです、ねはい、うん。どうですか今やっててそうですね、やっぱり若い頃から始めてた人っていうものにやっぱ劣等感もありますけど、うん、でも、なんか社会人とかを経た自分だから分かることとか、うんはい、見れる目線っていうのが確実にあるので。おー それはどういったところですか具体的にそうですねやっぱり仕事 <うん S 2> やっぱりやりたいこと役者業っていうのも仕事の一つなのでそうですねやっぱり仕事って捉える ことのの意識の差は確実に学生終わったすぐの人よりはありますねあ確かにね、はい、まだその部活動みたいな感覚で来る人いるもんねそうそう部活動とか学校みたいな感じで授業の延長みたいな、はい、教えてもらえるんだろうみたいな感じで来るとか<ー><笑><笑>なんか思い当たる節があるみたいなリアクションですけど、うん、そうだな 働いてお金を稼ぐためにやるんだっていう意識とか覚悟みたいなものは確実に僕も高卒で始めてたらなかったと思います多分なので今やってよかったっていうところはそこのやっぱスタートの時の一歩の差がちょっとあるかなとは思いますねそうだよねはいまあどうしてもまあ、あのー、趣味のね あの延長でやってる人なんかはなんかあのア,ルアルバイト優先することかもいるからねそうですねやっぱりそのまあしょうがないんだけどねほ、はい、<の>ん本当に第一線でそれだけで。 あの本当に食べようと思ってやってる人からしてみたら、はい、本当にお怒りに触れるっていう、ねはい、<laughs> 激逆鱗に触れることは多いやね、はい、特にほら舞台とか朗読劇とかそういうことをやってるとまあ稽古っていうものが、ね、まあやっぱり一定期間あるわけじゃないですかね、はい、やっぱそこには大ベテランの方々も混ざっているわけで、はい、やっぱりその新人ってもうバレた瞬間っていうかね もうがっかりされるというかねああってねこの意識のやつがいるのかこのカンパニーにってねまあいかんせんでも我々がやっている朗読劇なんてのは新人の人たちを積極的に採用していくのでその新人の人たちの何ていうのこう意識のジャッジ はい、そこは僕は結構一番重視しているところでね、はいあのー、もう素人感覚のままで貫き通すも人もいるんだけどもそこでやっぱり上の人についていこうっていうかね、はい、学ぼうっていう意識の人たちはやっぱりそのいくら新人であっても、はいあのー、とても頑張ってくれるし、はい、150%以上の力をねあの発揮してくれるんだなというのは僕は思ってますからねだからそうねあとまあいつから始めても、はい、結局あれなんですよ あの実際うさぎとカメっていうかね、はい、あのやってる期間が長いって言ってもねあのサボってる時間の方が多い人ってむっちゃ多いからあ<ー>、うん、だから結局1日24時間っていう時間をどうやって使うかっていうもので決まってくるのでそこをねあの本当になんていうか10年かかるものを1年であの習得するっていうことは今いくらでもできるんで、はい、あの本当にそのノウハウ,ノウ,ハウ 方法を、はいまあ、僕なんかはあの皆さんに教えていくっていうのが、ねはい、仕事ではあるんですけどね、うんうん、なんかあれみたいですよだってショールームとか最近流行ってるでしょライブ配信の、はいはい、僕今あのあの前田社長の、ね、本とかも読んでんですけどあ<ー>あの今何あれスタートした時に50歳のアイドル うんうん、50歳になってもともとアイドルやりたかったんだけど、はい、ずっといろんなことがあってなんか諦めてたんだけどショールームができたことによって50歳のアイドルとしてショールームで毎日配信してる人がいるらしい<ー>今ね<ー>ファンがね5,000人以上いるらしい5,000人もいるんですねそうはあすごいそうだからあのそれ一つの方法だと思うし、はい、でこれからの我々の,そのボイスブックの声本に関して、はい、あのライブ配信で朗読劇をやっていきたいなと。 いいうふうふに思っていますライブ配信で。あ<ー>うん、であの今いろんなやり方があってその時間しか見れないっていうあのい放送のやり方もあってね、はい、あのアーカイブを残さない要は、うん、いつでも見れるっていうものだと見ないっていうことが非常に多いのでそこをあの限定的にしていくっていうやり方もあの今後ライブ配信の世界<ー>もしくは YouTube で別に撮影したものでも。 テレビと一緒で、はいあの、その時ししか公開しないいっていう設定もあるんですよ。ああそうなんです、ね、そう,そ,うそ,れそれってどんどんねあのニーズに合わせてこのプラットフォームっていうかね、はい、そこがどんどんあのシステムが変わっていくんで、はい、それにう、ま、それをうまく利用していくとね、はい、あのいろんなやり方であの自分を発信することがさらにできていけるということなんですよね。はいうことなんですよね。それと我々が今やろうとしているのはね「声本365」って言ってね あの毎日コンテンツを配信していく。ああ三六君はい。でこれあのもうあの実際公開予約ができる機能がついてるので、あのもう先に全部一ヶ月分とか取っちゃって小出しにしていく。なるほど。そのあの発想があれば毎日本当取り続けるのだとまあ現実的に無理なんで一回で一ヶ月分とか取っちゃうんですよ。そうだからそれをねぜひね青木君とも何かやれればなと思ってるんで。そう。 あの例えば NGT だっけ新潟の最近話題になってるけども、はい、あの新潟 NGT の48の中井理香さんだっけなんかいるでしょうあの人なんか毎朝5時半かとかその早朝に毎日ショールームの配信をずっとやり続けていると毎朝なんで、ね、前田さんの本にも書いてあったんですけど、はい、これをずっとやり続けている、はい、そうするとコアなファンがついてくるんですよ、はい だからその毎日やり続けるっていうことがいかにあの大事かそれが短い時間だったとしてもそれがですねあの1年、2年、3年で掛け算していくととんでもない数字になるんですね。そうですよねだから、それをねあの実はしあのしリ,リスナーというか、はい、うんファン目線でも皆さんそういうふうに思っていくというかですねあの共感していくというかついていくんですよ。はい ということで、なんか青木君の話を聞こうと思ったら、僕の話ばかりしてますけど、僕のネズみばかりしてますけど、とにかく青木君、プロのね、活動という部分で言ったら、まだまだこれからっていうところなんですはいい声してますから、皆さん、ぜひこれ、サンプル聞いていただきたいと、ちょっと青木君、今、生で、生で今ちょっと今日やったやつの一部、今日やったやつの一部、ちょっと朗読してみてもらっていいですか。 どこがいいですかねうう。あんまりあんまり内容ばらくない。いや、いい。そんな別に青空文庫を読んだら分かることだし。これは青木くんの声聞くから意味があるわけなんで。別にそうです。そう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 。じゃあ、あそこにしようよ。僕が死んだらみたいなところでしょ。あそうそう、さっきさっきちょっと練習したじゃないですか。練習しながらテイク取り直したでしょ。あそこでじゃないですか。僕が死んだら。 自分が死んだらのところ、ね、そう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 はい、はい、じゃあちょっとそこやってみようじゃあその前から始めますは,いはいはいどうぞはいそしてどんなことをしたら白鳥を泣かせてお姫様にさせることができるだろうと考えていましたふと大男は「自分が死んだら」と考えました そこで温かい大男の背で眠っている白鳥に話しかけました。私が死んだら、お前は悲しくないかすると白鳥は目を覚まして、そんなことをしてはいけないというように羽ばたきしました。 またはい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 あいい声だねどうですかリスナーの皆さんこれ青木君これあのあれだよあの沖縄のさ那那覇市とさあと中人ラジオっていうねあのラジオアプリがあるだよラジオアプリこれ一億ダウンロードされてるからねえ全全世界でだからどっかもしかしたらだよ。 あのイギリスに今在住の日本人の方が <laughs>、はい、あの日本のラジオを聴きたくてしかも沖縄大好きな人とかね、はい、ちょっと沖縄歴史を聞いてみようってなったら時差とかあるから、ねはい、もしかしたら今こう早朝に聴いてるかもしれないですけどかすげえいい声出てきたなみた、はいな。 思ってる感動しますね目の前のお客さんの前であの表現するっていうことも素晴らしいことなんですけれども、はい、あの今そういうのやってると思うんですけど、はい、あの見えないね、あのー、このリスナーの方々。 知らないうちに自分は影響力を与えているっていう、はい、これはね、どっかで実感する時がいつか来ます、はい、まあそれは今、リアルな活動をしているところにもしかしたら突然来てくれたりとか実際、我々があがやっているそのマネジメントしているタレントなんかもね、はいあのー、例えば TikTok とか最近流行ってますけど、はい、あ,のああいったところでやっているパフォーマンスを見てファンになりましたって言って実際イベントに来てくれたっていうことも結構ありますよ。あやっぱり、うん そうだから誰が聞いてるかわからないから手を抜かない。もちろん朗読劇,劇の、ね、目の前よりこの電波の方が本当に、あのー、失敗できないというか残っちゃいますから。記録に残っちゃいます、ね、残っちゃいます残っちちゃゃいいまますす、はいはい、ということでね青木くん、はいあのー、これからの活動のなんか予定どんな感じですか 今年は舞台に出たり、朗読劇に出たりという予定が何本かいただいてまして、うんうん、そこのお知らせは今後、ツイッター等でしていけたらなと思ってます。ツイッターで青木うで探せるていう字の青木うで探していただければ、すぐ出ますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい、はいえー、ではあのー、これからの,その,この活動に向けて、さらにこうリスナーの方にアピールをお願いします。 はい、えー、まだまだ、えー、始めたばかりで、えー、じゃかいもですけどもどんどんあの皆さんに聞いていただけるもの見ていただけるものを今年は、えー、表に出していこうというふうに決めてますので、えー、ぜひ、えー、応援していただけたらなと思います。よろししくお願いいますはい、ということで青木聡君でししたたあ、はい、ありりががととううごござざいいまました。